お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、チャンネル登録していただけたらもっともっと嬉しいです。はい、それで今日の話は、昨日に引き続き三代目ヤマケン組当時の B さんの若い衆ワダルの話パート3をしたいと思います。自分らがね、4人で待ち合わせの喫茶店に入っていったんですよ。そしたら60過ぎぐらいの敵屋の親方が座ってるんですよ。それで B さんが、私ねと三代目ヤマケン組のってこうね名乗り出したんですよ。そしたらその60過ぎぐらいのおじさんがね、パーンって立ち上がったんですよ、いきなり。そしたらね、胸ポケットから何か出そうとしたんですよ。それで、これ嘘じゃないですよ、これ本当の話ですよ。それで危ないと思ったんですよ。正直自分ら弾かれるの違うかって一瞬思ったんですよ。その瞬間ね、渡るがね、ダッシュで表に走っていったんですよ。喫茶店の中をバーってダッシュで入ってね、表に出たんですよ。それで危ないと思ったんですけど、特殊警棒だったんですよ。何か振ったらシャキーンって出るやつね、棒が出るやつ、警察が持ってるやつね。それで昨日話しに来たね、ヒゲ面の敵屋の人間、その人間の頭をね殴るんですよ。でもね、バチーンって殴るんじゃないんですよ。コンコンみたいな感じなんですよ。お前は下手を打ちやがって、つって恥ずかしい、つって何の事情も聞かんと間に入ったんか、バチーン、つって叩くんですよ。そのバチーンちゃうんですよ、血が出るようなね叩き方じゃないんですよ。こつくような感じなんですよ、パチンパチンみたいなね。でも地味に多分痛いと思うんですよ、あれ。うわっていうのはないですけど、パチンパチンって叩かれてたらね、痛いと思うんですよ。それでね、そのヒゲ面の敵屋のあんちゃんが謝ってるわけなんですよ。一生懸命親方にすいませんでしたすいませんでしたっちゅうてね、その警棒で頭をコツンコツンで叩かれながらね、謝るんですよ。すいませんすいませんっちゅうて。それで B さんが、ちょっと待ってくれと、座って話しましょうかと、そういうふうに言ったんですよ。それでパッて見たらね、渡るを追い込みに来てた先輩二人、顔がねボコボコになって丸坊主になってるわけなんですよ、頭が。それでそのヒゲ面のあんちゃんにやられてるなと、自分はねその時勝手に思ってたんですよ。それで敵屋の親方が座ってね、改めてね、えらいすいませんでしたと、何もわからんのに間に入ってえらいすいませんみたいなこと言うわけなんですよ。ただ頭下げるだけなんですよ。それで B さんがね、こいつらにどんだけじめつけさせてくれるんですかと、すいませんでしたで終わる話じゃないのわかるでしょと、そういうふうに敵屋のね親方に B さんがバンって言うたんですよ。そしたらって言うだけなんですよ、何も言ってこないんですよ。それで渡るが戻ってきたんですよ、そうこうしてたらね。で渡るが、 B さん当時ねパーラメントのタバコを吸ってたんですよ。そのパーラメントのタバコをね、 B さんの子にさりげなくパンって置くんですよ。自分はいかにも逃げたんじゃないですよと、タバコを買いに行ってたんですよっていうようなね顔をしてね、パンってタバコを置くんですよ。で自分はなかなか渡るも腕上げよったなと、前までそんな気の利くやつじゃなかったのに腕上げよったなと、俺はビビってないぞと、怖ないぞっていうね態度をしてるんですよ、逃げたくせしやがってね。それで B さんがね、その親方が何も言わないから、じゃあ分かりましたよと、このコローラの体柄持っていきますよっつって、こういうふうに言ったんですよ。そしたらその親方がねパッて顔上げてね、言いにくいんですが、このけじめじゃ無理ですかと、そう言ってきたんですよ。それで B さんが、このけじめってどのけじめやねんと。そしたら、いやこいつら二人頭丸めてこれに焼き掘り込まれてると、そのヒゲ面を指さしてね、焼きを掘り込まれてると。それでうちの若いもん、こいつも今私が目の前で
焼き惚れ込んだじゃないですか。これでダメなんですか。つってね、こういうことを言ってきたんですよ。これ嘘ちゃいますよ。本当に言ってきたんですよ。そしたらね、そのヒゲ面の敵屋のあんちゃんがね、頭がだんだんね、赤く腫れてきたんですよ。でこと髪の毛の境目ぐらいのとこがね、赤くね、腫れ上がってきたんですよ。それで B さんが、すいませんね、と。話にならないですね、と。まあ、そういうふうに言ったんですよ。もう、オタクと話してても、しょうがないんで、追い込みに来た二人と、渡るから金をあげると、絵を描いた人間、この三人の体差し出してくださいよ、と。体もらっていきますって、こう言ったんですよ。そしたらね、その敵屋の親方ね、じゃあそれで解決しますかって言ってね、そう言ってきたんですよ。ものすごく適当なんですよ。もう巻き込まれて、嫌やなっていう感じなんですよ。それで、じゃあそうしようってこうなったんですよ、自分らが。で、おい、お前らこっち来いって言ってね、こう自分が言ったんですよ。そしたら、その、敵屋のヒゲ面のね、あんちゃんが、ちょっと待ってくださいと。渡すわけにいきませんと。まあ、こういうふうに言ってきたんですよ。それで、まっちゃんがね、じゃあお前どねするんやと。お前どね格好つけるんやと。ごちゃ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 、猿芝居打ちやがってごれつって、どねするんでつってね、こうまっちゃんがバリーンかましてたんですよ。それまでまっちゃん喋ってないんですよ。それでね、まっちゃんのかましがバチンって決まったんですよ。そしたらその、ヒエズラのね、ケケのあんちゃんが、パッてまっちゃんの方を向いたんですよ。まっちゃんがね、座ってた位置から、その、ヒゲヅラの敵屋のアンちゃんのね、頭が腫れてきてるところが見えてなかったんですよ。方向的にね。でもその時に敵屋のヒゲヅラのアンちゃんがまっちゃんをパッて見た時にね、右側のね、デコと髪の毛の境目がね、ゴルフボールぐらい腫れてたんですよ。それ見てまっちゃんね、ブーッつって吹いて大笑いしてね、まあ確かに面白かったんですよ。でも自分座ってる場所からは腫れてきてるのが分かったわけなんですよ。だから逆に自分は心配してたぐらいなんですよ。大丈夫かあれと思ってたぐらいなんですよ。でもまっちゃんはいきなりまっちゃんの方を向かれてね、それに気づいたわけなんですよ。だからああいうね、地味な戦い方してるのにね、あんな腫れるんやと思って、まっちゃんは面白くなって吹き笑いしてしまったんですよ。そんなね、まっちゃんを無視してね、 B さんがその敵屋のヒゲ面のあんちゃんに、じゃあどうするんやと、代わりにあんたがけじめつけるんかと、どうするんやっつって、まあこういうふうに詰め寄っていったんですよ。そしたらその敵屋のヒゲ面の人間も下向いたわけなんですよ。自分でけじめつけきれないわけなんですよ。そしたらその敵屋の親方がね、よしもうわかったっつって、もうええっつって、カバンからね、封筒を出したんですよ。多分200万円です、その封筒ね。でパンと置いて、もうこれで何もかも終わりやっつってね、200万パンって置いたんですよ。まあ封筒に入ってたんで200万かどうかわかんないんですけどね、でも多分200万です、パンって置いたんですよ。それで B さんが、それで終わりに刺すんですかと、それで終わりですかと、まあそういう風に聞いたら、鉄拳の親方がこれでも文句ないでしょっつって、それでまっちゃんがね、まあ笑いこらえながらね、悪いぐるれっつって、敵屋のその親方にですよ。悪いぐるれっつって、ヤマケン組なめどんかぐるれっつって、いや違うなと、山口組のなめどんかぐるれっつって、ヤマケン組の人間が肩に手かけられて、ヤクザもんが間に入ってきて、200万で終わりやとぐるれっつって、これからヤマケン組の人間、もしくは山口組の人間が手かけられたかって、200万で終わりやって、世間に、そんなこと思われたらないっつって、あかんっつって、200万で話なんか終わらさんっつってね、まっちゃんが勝手にね、B さん飛び越えて喋り出したんですよ。それで敵屋の親方がね、ため息つきながらね、渡るに、あんた当事者でしょと。じゃあ、あんたはいくらだったら納得してくれるんだいと。まあ、そういうことを聞いていたんですよ。そしたら渡るは、ぐらって胸張ってね、そうですね、と。2億円でももらいましょうかね、っつってね。また空気の読まれへんこと言うんですよ。これ嘘ちゃいますよ。これほんまに渡る言いましたからね。2億円、っつって言いましたからね。もうその時はさすがに自分もちょっと笑ってしまいましたね。それでもみんなシーンってなってるんですよ。
なんやねんこいつみたいなもんですよ。話にならないから。そしたらそのタイミングでね、まっちゃんいつ頼んだか知らないんですけど、トーストが届いたんですよ。あ、すいません、バタートーストですって言って、で、まっちゃんのところにポンと置かれたんですよ。で、まっちゃん、そのバタートーストを食べながらね、ニューヨークやユードンドさんって言ってね、だんだん拍車かかってきてね、むっちゃ偉そうなんですよ、その鉄拳の親方に。おっさん、ニューヨークどねえするんや、用意できるんかいって言ってね、言い出して。そしたらね、鉄拳の親方が、B さんに頭下げてね、今、お金をかき集めても、借金してでも、お金作ったとして、500万しか無理やと。500万ならなんとかできると思うと。その500万と、わしの指とで、この話、終わらせてくれへんか、つってね。こういうふうに B さんに言ってたんですよ。それで B さんは、優しい人だからね。わかりましたと。500万で、今回の話、終わりにしましょうと。指は結構です、つってね。まあ、こういうふうに言ったんですよ、B さんが。そしたら、鉄拳の親方も、ありがとうございます、つって、B さんに頭下げたんですよ。その時はもう、まっちゃんも何も言わなかったんですよ。黙って、バタートーストを食べてたんですよ。何も言わずにね。それで最終的に、500で、話が決まったんですよ。その500から、自分とまっちゃんに、B さんから100万ずつ、くれたんですよ。それで、渡るに、いくら渡したのか、それはわかんないんですけどね。でも、それからしばらくしてね、B さんの家にピアノが届いたんですよ。大きい大きいピアノがね。それで、マンションだからね、クレーン車でそのピアノを入れたんですよ。ベランダからクレーン車で吊って。多分ね、義理の娘が欲しい欲しいって言ったと思うんですよ。ピアノが欲しいと。それで B さんが、その渡るの話でね、儲けた金でピアノ買ってるんですよ。でもね、3ヶ月ぐらいで、隣近所から、苦情がすごくて、うるさいっていうね、苦情がすごくて、ほとんど使わずに、布かぶしたまんまね、ずーっと置いてあったみたいです。はい。それでね、その件があってから、2、3ヶ月した時にね、渡ると自分と、もう一人ね、直樹か、もう一人まっちゃんのね、当時いてた若い衆、その誰かとね、一緒にご飯食べてたんですよ。その時に、渡るがね、いや、実はね、と、刑務所行ってた理由ってね、って喋り出したんですよ。そしたら、その、追い込みに来てた先輩二人、その二人にね、泥棒させられてるわけなんですよ。それで一回目、パクられて、執行猶予になってね、出てきた次の日にまた泥棒させられてるわけなんですよ。それで、そういうことが何回か続いて、パクられて、懲役ってるんですよ。で、そこで、B さんと知り合ってるんですよ。それでね、保証人になってる件、その件もね、250万じゃなくて、500万以上の保証人になってるんですよ。それでも、250万から300万ぐらい、泥棒したお金で返してると、その人らに。だから、本来なら、もっと、お金もらえるはずなんですよ。つってね。言い出したんですよ。それならなんでその時に言わへんねんと。なんで今やねんと。話ついた後、その話またひっくり返しに行かねへんと。無理やと。それはちょっと行儀が悪いと。そしたら渡るはね、いや、大丈夫でしょ。と。ヤマケン組の大門ですよ。つって。ヤマケン組舐めとんかあれ。無理ですかね。つってね。調子乗ってるんですよ。もう、ヤマケンじゃヤマケンじゃの、一員になっちゃったんですよ。渡るは。それからね、渡るまだね、いろんなことね、やらかすんですよ。まあ、いろんなことあったんですよ、渡るはね。でも、憎めないやつなんですよ。いいやつなんですよ。はい。また渡るの話、機会があったらしたいと思います。はい。ということで、今日は、この辺にしたいと思います。じゃあ